国際豆年のロゴ、ドイツ5番。国際豆年は国際年の一つ、2016年が指定されている、第68回国連想会において宣言された。この国際年は、豆の重要性への認識を高めるとともに、豆の消費量の減少に歯止めをかけるために定められた。国際年の目的を達成するために、期間中には、 国際的なシンポジウムなどの活動が行われる。国際豆年における豆とはあずき、インゲン豆、エンドウなどのことを指し、大豆や落花生は含まれない。これは国際的には大豆などは有料作物とみなされ、食料としては利用されていないためである。また乾燥した豆の実が対象となり、生の空豆などは野菜として扱われる。国際豆年の制定は、 国際マメルイ貿易産業連合の働きかけによって行われた。2012年にシッセルズが決議案を準備し、2013年にはトルコとパキスタンが国際連合食料農業機関に制定を提案した。その後、トルコパキスタンに加えてアルゼンチンアゼルバイジャンドミニカ共和国、エチオピアニチェールスリランカウクライナといった国々が国連総会、 第2委員会に改めて提案を行った。最終的に同年12月20日に国連総会において採択が決定された。国際豆都の目的は以下の3点にあるとされる。豆は栄養バランスに優れるとともに持続可能な農業生産に貢献するというメリットがある。また、還元地や乾燥地でも栽培が可能であることも長所であると言える。 しかし、豆の重要性は広く知られているとは言えず、豆の消費量が世界的に減少傾向にある。そこで、こうした現状への対策として、国際豆都市は実施される。国際豆年によって、豆が広く活用されることで、世界的な人口問題、健康問題、食料を安全保障問題の改善につながることが期待されている。 上記の目的を達成するために各種の国際的なシンポジウムが開催される。活動の財源は寄付によって賄われる。また、豆の消費量増加のために豆料理の新しいレシピを募集している。FAO が各種の関係者と協力することによって国際豆年は実施されるが、活動の中心となるのはシスセルズである。2015年11月10日には、 国際豆都市のキックオフイベントがローマで開催され、国連事務総長のハン・キブンと FAO 事務局長のジョセ・グラジアノ・ダ・シルバが豆類の重要性を強調した。また、2015年が指定されている国際路上年との連携も図られている。ありがとうございます。